95カ条の論題を貼り付けた扉宗教改革記念日はマルティンルターが宗教改革を始めたことを記念する日でユリウス歴の10月31日である。いくつかの国及びドイツのプロテスタント信者が多い一部の州ではこの日は休日となっている。日本をはじめ多くの国のプロテスタント教会では10月31日の直前の日曜日に 宗教改革記念礼拝が行われる。1517年のこの日に、マルティン・ルターは、ビッテンベルク城教会の扉に、95箇条の論題を張り出した。ルーテル教会の伝統では、ルターが作曲し、JS バッハが編曲したコラある、神は我が矢倉が歌われる。また、他のプロテスタント教会でも、賛美歌集に召集されている、同じ曲が歌われる。なお、 ハロウィンとは同じ日であるが、両者の間に関連性はない。むしろハロウィンの異教的要素を強調し、宗教改革記念日の方こそを記憶するよう、プロテスタントでは呼びかけられることがある。ユダヤ教からキリスト教に改修したドイツの作曲家メンデルスゾーンは、ルター作曲によるコラール、神は我が矢倉を引用して、公共曲第5番、宗教改革を作曲している。 ありがとうございます。